久保さん、昨日ですねハードオフ行ったんですけどあのまあ売ってきたんですよで使ってないやつを売ってきたんですけど、まあ、売れましたねでいつもその売ってる間にまあいろいろとお店こう査定してる間にお店見るんですけどねハードオフって面白くていろんなの売ってんなと思ってこんなのも売ってんだみたいなで僕は一番あのなんだハート物がジャンク品コーナーなんですよね 壊れてますみたいななんかつきませんみたいなだけどそういうジャンク品コーナーでこういっぱいいろいろ探してる人いるんですよねでジャンク品って書いてあるんだけど買うんですよ <laughs> そうだからそのあのなですかねその人まあ不要品とかまあヤフオクメルカリとかも一部そうだと思うんですけども自分がいらなくなったもの で自分に価値がなくなったもの、もう必要ない。は、相手にとって必要だったりしますよね。だそれが露骨にわかるのが、まあ、ジャンク品っていうのが露骨なんじゃないかなっていう。まあ、誰が見ても、まあまあ使えないよねっていう。で、だからこれ YouTube でもね、昔、あの、熊町大合宿でも紹介しましたけど、ハードオフでね、ハードオフのジャンク品を仕入れて修理するっていう動画。で、修理して売るみたいな。<laughs> でその修理している動画もめちゃめちゃ回ってでそれで利益も出てっていう一石何鳥になるっていうだからあの生活倉庫の生活倉庫の YouTube 版って感じですよねそう昔堀之内さんがねあのいらないものを直して売ってで生活倉庫っていうリサイクルショップをこう立ち上げてねやったんですけどそれのコンテンツ版みたいなね今はね うんすごいですよ。<laughs> ただコスパいいっすよね。うん。そう、多分潰れることがないんじゃないかなっていう。だって、あの、それ、多分修理のやつって回ってるやつ100万回とか回すやつもあるんですよ。修理。修理、ジャンク。うん。なんだっけな。あ、これ、ダイソン。 ダイソンね。ダイソン V10 の激安ジャンクを900円で修理してボロ儲け。これ200万回回してますね。ダイソン V10 の、えー、激安ジャンク品を900円で。えー、<laughs> これ8ヶ月前にやってますね。この人は熊五郎さんかなこの熊五郎さん結構なんか修理系やってますね。はい。えっと、スイッチ3台、不動ジャンク。 スイッチ3台を、これもま,まあ売れるでしょうね、スイッチは。はい、どうすか ?200 万回せダイソン修理。<laughs> 200万回回してるんで、広告収益だけで、まあ、50万ぐらいはいってますよね、多分。少なく見積もっても200万回ですから。広告収益、この1本だけで50万ぐらい稼いでんじゃないかなと思うんですけど。うん、そう。 あとね、そのテレビですよね。これもありますね。49インチのテレビ、ジャンク品5000円。ハードオフ。ジャンク修理ですね。これ、204万回ですね。5000円で購入して。だか5000円で購入して200万回でしょまあ、ジャンク。<laughs> 100倍ですね。100倍ですね。<laughs> 広告収入が50万だと仮定したら5000円仕入れですから、100倍ですね。 <laughs> すごい世の中ですよね。はい行ってらっしゃい。